今回スタートするゾイドオリジナルは、これまでのゾイドの世界観、ゾイドコンセプトアートシリーズにプラス新しいストーリーを加えまして展開をしているシリーズです。第1弾はミラージュフォックスとなります。ゾイドコンセプトアートストーリーの流れを組んだ中央大陸戦争末期、歴史の表舞台に出ることのなかった局地戦を繰り広げた2つの狐型ゾイドです。優れた機動力と戦闘力を持ち、 A タイプは超高周波振動の刃ウィングブレード、 B タイプは小口径で貫通力の高い鉄鋼レーザーバルカンを装備します。隠密行動に秀でており、客部にはレーダー撹乱機能のついたスモークディスチャージャーを備えています。尾に収納されている電磁ネット砲を使用してゼンマイを巻き、かつてのゾイドシリーズ同様に歩行します。もちろん頭部にパイロットが搭乗可能で、スタイルはかつてのシャドウホックスと比べより流れるようなデザインを採用しています。ミラージュホックスの戦闘シーンをイメージして制作した CG 動画もご覧ください。商品2体を揃えて世界観をぜひ再現していただきたいです。今後のゾイドオリジナルの展開にご期待ください。